シノブエは、日本の木管楽器の一つ。忍竹、目だけに、歌口と指向、手口を開け、うるしないしは、合成樹脂を、管の内面に塗った簡素な構造の横笛である。伝統芸能では略して、笛や竹笛と呼ばれることも多い。尺八やフルートと同じく、エアリード楽器に分類される。なお本校で、西洋音楽での音名に研究する場合は、 A ベ式、ドイツの H を B ドイツの B を BB で表記する。音名、解明表記を参照のこと。忍笛は、竹の割れ止めに藤を巻いて、漆を塗る以外ほとんど装飾することなく、竹そのものといった簡素な姿をしている。これは、忍笛が庶民階級の間で愛好されてきたことが大きな理由でろう。貴族や仏家など上流階級が用いた。 流的、農館では、薪塗りなど手間のかかる装飾が施されていることが、忍笛との大きな違いである。忍笛は、庶民の楽器であるため、外見、薪の有無、多少、素材、塗りの程度、色、思考の数、六甲、七孔、長さ、調律の種類、バリエーションが、数多く、日本各地に多種多様な笛が存在する。 楽器として見た、忍笛は、横笛の一種であり、洋楽器のフルート属とよく似ている。音階や、運指などに違いはあるが、原理的には、フルートの管を竹にして、キー装置を取り去り、男の数を人間の指の数に合わせ、押さえやすい長さにしたものと考えてよい。写真に、元来、西洋のフルートも忍笛のような素朴な姿をしていたが、 近代的改良を経て、現在のような金属製の管に、キー装置を備えたものとなっている。忍笛は、最も素朴な原型を残している、横笛の一つであり、現代の楽器としても大変興味深い。写真の通り、忍笛は、コンサートフルートとピッコロの中間の長さであり、音域もコンサートフルートとピッコロの間に位置する、ものが大半である。 C を基準音とする八本上司歌用忍上の歌口から第一項までの長さと C 管理コーダーの発音ブレッジから簡単までの長さがほぼ等しい。共鳴管の長さが等しいので同じ高さの音が鳴る。コンサートフルート、オクターブ下の C が基本音の歌口から脚部管先端までの長さの約半分なのでコンサートフルートの1オクターブ上の音が鳴るのである。 共鳴管の長さが半分になると、1オクターブ上の音が鳴る。参考までに、ピッコロ D の共鳴管の長さは、約26.5センチメートルであり、尺八、一尺八寸 D の共鳴管の長さ、約54センチメートルの半分に近い。この関係も、興味深いところである。なお、尺八は縦笛であるから、共鳴管の長さは、管の上端。 正確には、歌口の鋭い絵字から、加担、感じりまでと考える。忍笛は、日本で独自に考案されたものではなく、雅楽の横笛として、中国大陸から伝わった、流敵が、庶民の間にも広まって簡素化したものであろうと、考えられている。さらに歴史を遡ると、世界中の横笛の元祖は古代インドであると、言われている。 現在多く用いられている、忍への思考の数は、六甲、七甲の二種類で、先祖と言われる、流的は、七甲であるが、七欠の忍へと、流的の基本音階、内部構造は異なっており、流的の装飾を省いたものがそのまま七甲忍へに変化したとは考えにくい。歴史学資料としては、奈良、正倉院に伝わっている横や、宮城県名取市、 清水遺跡、9世紀頃、平安時代、福島県玉川村、公平遺跡、8世紀頃、奈良時代から発掘された横笛についても、研究されているが、今回、構造はそれぞれ少しずつ異なっており、日本の横笛の歴史について統一した見解は、得られていない。当述する、歌用しの笛は5代目及び6代目の福原、百之助が、大正から、 昭和の初期にかけて開発したもので、忍笛という名もその頃五代目、福原百之助が付けたものである。日本で一般的にお祭りの笛といえば、忍笛を意味することが多い。和太鼓や鐘などの打楽器と共に用いられ、祭り林、かぐら、獅子舞の主旋律を担当する。旋律といっても、祭り林用の忍笛は演奏と作成の容易さを、 優先して思考が等間隔に蹴られているものが多く、方角の音階にも、洋楽の音階にも当てはまらない。平均率とは異なる微分音を含む音階になる。民謡や民舞の伴奏には一般に、三味線が用いられるが、さらに華やかにするために、忍笛、尺八、呼吸、打楽器等を加えて演奏されることも多い。歌いやすさを優先し、三味線、忍、尺八は、 歌い手の聖域に合わせて基準音を変えることが一般に行われる。三味線、呼吸の場合は弦の聴力を調節すればよいが、忍へ、尺八の場合は楽器自体では調節できないので、長さの異なる笛、竹を数種類用意しておき、持ち帰る。歌舞伎、文楽、日本舞踊等、江戸時代に盛んになった伝統芸能、特に庶民階級を対象にして、 劇場や屋外の舞台で演じられた者には、浄瑠璃、浄瑠璃のような語りあるいは歌三味線によって、旋律と緩急がはっきりした大衆的な音楽をつけることが一般的であった。本格的な劇場、舞台では、それに笛、章子、大鼓、締め台鼓を加えることが多く、この四種を、お囃子、邦楽角囃長唄林と呼ぶ、民謡と同じく、 語り手歌い手の聖域に合わせて、三味線の長弦を変えるのが一般的である。したがって、忍えは長さが異なるものを何種類も用意しておき、転調の際には曲の途中で持ち帰ることもある。三味線音楽の多くの種目は、こういった舞台音楽である。単なる伴奏ではなく、セリフと解説を含む点が特徴的であり、セリフは語り手、たゆうたゆう。 歌い手に任されて、役者や踊り手は一言も発しないという演目、曲も多い。語り物、浄瑠璃の代表例としては、義太ユ説、時和説、清元説とオがり、一方、歌物の代表例が、長唄である。語り物と、歌物の区別は明確でなく、歌物的な清元武士や、語り物的な長唄も作られている。特に歌舞伎においては、さらに、 ゲザ音楽、ゲザ音楽と呼ばれる演出音楽が発達し、シャミセンとお囃子、前述の4種の楽器だけでなく、さらに大太鼓や鐘、ドラなども加えて演奏される。お囃子の4種と追加された打楽器をまとめて、鳴り物と呼ぶことが多い。このゲザ音楽の演奏者は、クロミスという黒いすだれの後に隠れ、舞台の役者の様子を覗いながら演奏するので、 クロミス音楽とも呼ばれる。舞台音楽は民間にも広まり、演劇や舞踊なしで演奏される機会も多かった。そして民謡や祭り囃など、他の分野の音楽とも相互に影響を及ぼし合い、お座敷と呼ばれる演石で披露するための、小、小唄、羽歌が生まれた。このような演石音楽でも、お囃子をつけて演奏される場合がある。地方芸妓の歌、三味線。 お囃子で、立法、舞踊担当の芸キや、舞妓、反曲が舞い踊る、華やかな漁、遊郭は、庶民の人気を集めた。近年では、忍びによる、独奏、合奏といった、器楽曲も、多く作られ、上記の分野以外の和楽器及び洋楽器、他国の民族楽器との合奏も、盛んに行われている。特に、和太鼓を用いた、 創作曲を演奏するグループにおいて、篠笛が盛んに用いられている。演歌の伴奏の一員として参加することも多い。篠だけ、目だけに、歌口と思考、手甲、指穴を開け、藤で管を巻き、内面に漆を塗り管内を保護すると同時になりを良くする。現在では、藤の代わりに、ナイロン糸、漆の代わりに合成漆を用いることも多く、 入門用の安価な全合成樹脂製、プラカンブ笛も販売されている。一般的に、疾患は音色と演奏感に優れるが調律が安定せず、プラスチック、木、あいたけは比較的調律が安定しているが、竹とは音色、演奏感が異なるとも言われている。製作者によって思考の大きさ、配置が少しずつ異なる。塗り、装飾も多種多様である。 最も一般的なのが、管の左右両端に、塔を巻いた、天地巻と、巻を略した、津だけの二種で、さらに巻の多い、総巻や、管全体を、漆や塗料で塗った、塗り笛などもある。忍笛は、思考の個数と共鳴間の長さ、基本音の周波数と、用途、調律により分類される。思考は、歌口から一番遠いものを第一行と呼ぶのが、 一般的である。現在、一般的に用いられている忍笛は、林用、六甲、林用、七甲、歌用、七甲、ドレミチョウ、三里笛、七甲、六甲,六甲が大部分である。忍笛の音域は二オクターブ半程度である。すべての思考を塞いで出す、最低音を、筒音と呼び、歌用、七甲忍笛では、 基本音に対し炭酸度程度低い音になるのが一般的であるが、制作者、地域によって異なる。基本音からの1オクターブ、低音域を、量音、そのオクターブ上、中音域を、感音、さらにオクターブ上の高音域を、大感音と呼ぶ。それぞれ、音色が異なる。筒音及び、量音は、竹らしく温かみのある柔らかい音色で、 尺八との共通点も感じられる音日である。伝統音楽では、叙情的な歌物音楽、民謡、長唄等や、歌舞伎、文楽、人形浄瑠璃等の芝居、舞踊を引き立てる役割として用いられる。高音は一転して澄んだ、美しい音色となる。最も、忍えらしい音日と言って良いだろう。両音同様に歌物、芝居、舞踊の引き立て役として多用されるし、 また祭り林、かぐら等の祭礼音楽でも、大光と合わせて大変好まれるお日記である。大光は非常に寒かい鋭い音で遠くまで聞こえる派手な大音量である。祭り林、かぐら等の祭礼を盛り上げるのに欠かせない、日本のお祭りを象徴する音の一つであろう。忍笛は胃腸楽器であり、実際に出る音、実音は、 管の長さによって異なる。何本調子の数字の代償が、基本音、移動度の、度の工程を表す。最も多く用いられる管調の範囲において、各音域の実音の一覧を示す。なお、この表は、林用、古典調子の笛には適用できない。筒音とは、基本音とは見なされず、制作者によって異なるので改めて注意されたい。なお、 大高音域で長期より高い音への拡張も試みられている。忍への伝統的奏法を他国の横笛と比較するにおいて最も特徴的なのはタンニングを行わないことである。その代わり、動音連続の際は極短時間思考を開閉操作して音を打つ、音を区切る。例、下記、ホタルの光でホタルのの、五の音の連続等。これは、 内指と呼ばれる伝統的演奏技法であり、祭り囃子、かぐら、しい等の祭礼音楽において特に多用される。祭り笛の音は俗にピーヒアララと擬音で表現されるが、ヒアララの部分が内指技法の特色をよく表している。基本運指以外の半音を出す際には複雑な指使い、クロスフィンガリングをあまり用いず、 思考の反対や息と歌口の角度、アンブジュアを微妙に調整して、音程を上げ下げする方法のうが好まれる。音程を下げることをメリ、微妙に音程を上げることをカリと呼ぶ、尺八の双方も参照されたい。西洋音楽でいう微分音に相当する音を用いることも極一般的である。近年の新作曲では、西洋のフルートやピッコロ同様にタンギング、ビブラートも、 現代奏法として用いられることがあり、その他特殊奏法、ポルタメント、フラッタータンギング、グリッサンド、トリル等も開拓されつつある。明治期に、ハーモニカの数字譜を手本として、数字による寄付が、福原流長歌林で行われるようになり、他の流派、分野にも広がった。寄付法は流派により異なる。福原流では、楽譜は縦書きで、音程は、数字。 両音イコール低音は関数字、高音イコール中高音はアラビア数字で表し、リズム、表紙は数字の横に縦線を引いたり音下を伸ばす項を示す。記号、数字の代わりに斜線を引くを用いて表現する。ここで言う音程は西洋音楽の音名ではなく指と息の操作を指す。それにより基本音からの音程が決まる。つまり西洋の管楽器で言えば胃調楽器であり、 数字符もタブラチュアの一種である。近年では五線譜と横書き数字符が併記されることも多く、この場合は数字符は音程を簡略に記すのみで、リズム部分は五線譜に任せて省略する場合もある。福原流の例、いずれの歌も1オクターブ上げて演奏することが可能で、あるが音色と表情が大きく異なった曲になる。一方、祭り囃など、 祭礼音楽では交渉と手真似による伝承が主で、楽譜の使用は一部地域に限られていたが、近年は数字部、五千譜を補助的あるいは積極的に用いる地域も増えつつある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。